デルタ航空1141便墜落事故とは、1988年に、ダラスフォートワース国際空港で発生した、デルタ航空のボーイング727による離陸失敗事故である。この事故で、乗員乗客108人のうち14人が死亡し、76人が負傷した。1141便は、ジャクソン・エバース国際空港発ソルトレークシティ。 国際空港行きの定期旅客便で経由地としてダラスフォートワース国際空港へ立ち寄っていた。ジャクソンから DFW へのフライトは通常通りで1141便は中部夏時間の7時38分 DFW に到着した。8時30分1141便は DFW のゲートを出発し地上管制官によって滑走路18リットルへの タキシング許可が出された。1141便は、離陸を待つ、航空機の列に並ぶよう指示された後、離陸して行った、別のデルタ航空機の後方乱気流が発生した、可能性があるため、1分ほど待機した。その後、待機する時間を2分に延長したいと管制官に要求し、その間1年ほど前に発生したコンチネンタル航空1713便について、 客室乗務員と話していた。8時59分、管制官から離陸許可が下り、滑走を開始した。メインギアが地面を離れた瞬間、機体が左右に大きく揺れ始め、機体の尾翼部が滑走路と接触した。約650フィートほど飛んだ後、右翼の橋が滑走路に接触。その後エンジンがサージングを起こしたため、十分な高度が得られず。 安定した飛行を維持できなかった。これにより1141便は滑走路を約900フィートほど超えた後、ILS ローカライザーアンテナに激突し右翼が炎上。衝突後も約400フィートほど飛行し続けた後、地面に激突。尾翼部の残骸を残して約800フィートほど横滑りし、最終的に滑走路から3200フィート離れた地点で停止した。 これにより機体は機種がへし折れ、右翼の火災が機体後部にまで及んだ。また離陸してから地面に激突するまでおよそ22秒間、飛行した。この事故で4人の客室乗務員のうち2人と101人の乗客のうち12人が死亡した。健康診断では死亡者のうち1人を除く全員が煙を吸引したことで死亡したと診断された。 死亡した一人の乗客は、まだ機内に閉じ込められている妻や他の乗客を救うため、機内に再突入し、重傷を負ったことで事故の11日後に死亡した。デイビス機長、カーグランド副操縦士、二人の客室乗務員と22人の乗客が重傷を負い、ジャット航空機関士と49人の乗客が軽傷を負った。残る18人の乗客に怪我はなかった。 1141便の座席表表の見方はここを参照国家運輸安全委員会が事故調査を担当した事故の目撃者によると機種が急上昇し機体が左右に大きくバンクした後制御不能に陥ったと報告した NTSB の残骸調査より滑走路18リットルからおよそ900フィートの地点にある ILS ローカライザーアンテナに衝突したことが 分かった。また、第3エンジンがビブから脱落し、ジェット燃料が漏れ出たことが、機体胴体部に素早く火災が広がった原因だと判明した。そこで調査官はなぜ機体は上昇することができなかったのかを調べた。機体の性能調査を行うと、フラップとスラットを展開されていないことが明らかとなった。機長は機首を上げようと操縦桿を引き続けたことで、 翼の上で気流が乱れ、胴体後方のエンジンへの空気の流れが不安定になった。その結果、コンプレッサーストールが発生した。その後、機体の速度がさらに落ち始め、十分に上昇できないまま ILS、ローカライザーアンテナに激突した。しかし、コンプレッサーのサージがエンジンの水力を大幅に減少させることはなく、飛行機が速度を上げることができなかったのは、 エンジン水力の損失よりも高い迎え角に起因する航空機の空力抵抗によることも判明した。またコックピットボイスレコーダーを調べると離陸前の確認の際フラップとスラットの展開を確認する声やフラップレバーを操作する音が記録されていなかったことからパイロットが離陸前チェックリスト実行の際にフラップやスラットの展開を忘れたことで 離陸できなかったと結論付けた。CVR の調査により、離陸前の設定が完了していない状態で、離陸しようとすると作動する、はずの離陸警報装置が作動していなかったことが判明した。事故機は以前、タキシング中に警報が誤作動するのを防ぐために、トスをボーイング社の指示に従って改造していた。事故後に、連邦航空局が行った b 二十七検査では、 検査した1990機のうち35機のトスが改造されていた。FAA は B727 のトスを航空機のスロットルで作動するシステムからエンジン圧力比で作動するシステムに変更するよう勧告していた。デルタ航空は EPR 対応のトスが配備されている B727 を所有していたが、それらは全て他の航空会社から買収したものであり、 デルタ航空は自身が保有する B727 のトスを EPR 対応に変更していなかった。次に NTSB は操縦士と事故との関係を調査した。FAA の規則では離陸時にステライルコックピットルールを遵守するよう定められている。つまり航空機に関係のない会話ができないことを意味しているが1141便の CVR には コンチネンタル航空1713便や乗務員のデート週間、離陸前には1988年、アメリカ合衆国大統領選挙や粉末ジュースなど、飛行に関係のない会話が記録されていた。操縦士のうち、副操縦士は積極的にこの不必要な会話へ参加していたが、機長は時折会話に参加する程度だった。しかし、 機長は積極的に会話へ参加しなかったにもかかわらず、副操縦士や客室乗務員へ注意することができなかった。NTSB はこれらを踏まえて、機長がコックピット内の管理を積極的に行っていれば、事故は防げた可能性があると結論付けた。事故後行われた、聴聞会の直後に、デイビス機長とカークランド副操縦士は、デルタ航空から解雇された。しかし、 パイロットだけでなく、デルタ航空側にも問題があり、航空会社は標準化された操縦士のコックピット管理を正しく行うよう勧告しておらず、操縦行為自体が自由になっていた。このような緩い企業理念が1141便のパイロットの乏しい訓練や飛行能力に悪影響を与える結果となってしまった。また NTSB は FAA が すでに操縦士の飛行能力に関するデルタ航空の業務管理がおろそかになっていることを認識していたにもかかわらず、デルタ航空と FAA のどちらも操縦士の飛行能力不足を解消するための正しい措置を取っていなかったことを突き止めた。1989年9月26日、NTSB は最終報告書を発表した。それによれば、事故原因として、 主に二つ挙げられた。これら事故原因のいずれも、デルタ航空調査委員会の一人であるジム・バーネットは、NTSB の調査結果に対し異議を唱えた。バーネット氏は、事故報告書の調査結果には賛同したが、FAA やデルタ航空の行動は単に要因に、起因するものではなく、事故の直接的な原因であったと考えた。バーネット氏の意見は、 最終報告書に3番目の事故原因として書き加えられた。また、事故は適切なコックピット管理手続きを育成するために、飛行士プログラムの訓練を通して、パイロットが習得する統率力や指導内容に対するデルタ航空の管理が不十分であったことや、デルタ航空の飛行士プログラムにおける欠陥を FAA は正しく認識していたにもかかわらず、 それを放置していたことによって引き起こされた。事故後、NTSB は特に機長と副操縦士に事故の責任があり、航空機関士に過失はなかったと述べたが、機関士はすでにデルタ航空を退職していた。元海軍パイロットだった機関士は退職後、ダラス海軍航空基地で予備役のパイロットとして勤務していたが、後にデルタ航空へ職場復帰した。 1141便がなぜ離陸に失敗したのかを CVR テープを元に検証する報道についてパイロットたちから CVR の音声を流出させることは法律上禁止されていると非難が相次いだ。例外として NTSB が他の安全委員会へ CVR テープや写しを提供することは容認されているが NTSB が実際の音声を外部へ流出させることも 同様に禁止されている。ありがとうございます。